ホームコートポートランドトレイルブレイザーズはアメリカが、ウェスタンカンファレンスノースウェストディビジョン所属。トレイルブレイザーズは略してブレイザーズと呼ばれることもある。チーム名はブレイズーニュートレイルで先弁をつけるという意味で開拓者を表している。ポートランドトレイルブレイザーズは1970年に新設チームとして NBA に加わった。 道を切り開くものを意味するトレイルブレイザーズの名称は一般公募で寄せられた名前の中から選ばれた。ブレイザーズは設立後数年間低い勝率に苦しむ時期が続いた。ドラフトでビル・ウォルトンを獲得し、レニー・ウィルケンズが選手兼任でチームを率いた1974年からは勝率5割に近づいたものの創設から6シーズンの間勝ち越すことはできなかった。 ジャック・ラムジーとファイナル MVP に輝いたビル・ウォルトン1976年のシーズンオフに、ウィルケンズは監督を退き、代わってジャック・ラムジーが公認についた。同時期に元 ABA 選手のモーリス・ルーカスを獲得。チームは49勝33敗と初めて5割を上回る勝ち星を挙げた。ブレイザーズはプレーオフを勝ち進み NBA ファイナルに進出。 フィラデルフィアセブンティシクサーズを4勝2敗で下し優勝を果たした。このシーズンにはファンの間でブレイザーマニアと呼ばれる熱狂があり、シーズン末から90年代に入るまでホーム戦のチケットが完売する状態が続いた。翌シーズンは58勝24敗と勝ちを上乗せしたもののプレイオフでは勝ち残れず怪我の多かったウォルトンは1979年にチームを去った。 ラムジーは80年代半ばまでチームの指揮を取ったが、チーム勝率は5割前後、プレイオフでは1回戦で敗れるシーズンが多かった。クライドドレクスラー1983年から1995年までプレーした。ブレイザーズは1983年にドラフトでクライドドレクスラーを獲得し、ドレクスラーは90年代初頭までチームの中心的な選手になった。 翌1984年にチームがドラフト2位で指名したサムブーイはマイケル・ジョーダンよりも早く指名されたものの怪我もあって平凡なキャリアで引退した。もしジョーダンを指名していればドレクスラーとのコンビで史上に残るバックコートデュオとなっていたはずでありしばしば NBA 史上最も失敗したドラフト指名と言われることになった。ラムジーに代わり監督に就任したマイク・シューラー。 その公認のリック・アデルマンのもと、ブレイザーズは SG に、ドレクスラー、PF に、バック・ウィリアムズ、C に、ケビン・ダックワース、PG に、テリー・ポーター、シックスマンに、クリフォード・ロビンソンを用し次第に、西地区を代表する強豪へと成長していった。十九勝十三敗の結果を残した1八十九から九十シーズン、ブレザーズは NBA ファイナルに進出したが、 デトロイトピストンズに1勝4敗で敗退した。アデルマンのブレイザーズは、翌シーズンの63勝19敗を頂点に高い、勝率を上げ続けた。そして1992年には再び NBA ファイナルに進出するが、この年はジョーダン率いるシカゴブルズに2勝4敗で、敗れた。この後もブレイザーズは、勝率5割以上の好成績を残し続けるが、プレイオフでは、 次第に勝ち残れなくなり、1995年のシーズン中にドレクスラがヒューストンドケッツに移籍し、チームは再編の時期に入った。1988年にチームを買い取っていたポール・アレンは90年代半ば頃には世界的な富豪になっており、1994年にはボブ・ウィッシュと GM に就任させ、ブレイザーズは大胆なチーム補強に取り組み始めた。 その結果、90年代末から21世紀初頭に、かけてのブレイザーズは、アイザイアライダー、デーモン・スタウダマ。しかしプレイオフでは、レイカーズや、サンアントニオ・スパーズなどの競合を破れず、ジェール・ブレイザーズと呼ばれるほど、コート外でのトラブルが続出したことから、中心選手たちは、次第にチームを離れていった。2003から04シーズンには21年続いていた。 プレーオフ連続出場記録も途絶え、以降は、勝率5割以下の低迷期に入った。07から08シーズンには、チームの若返りを図り、主力メンバーを06から07シーズンの、新人オーブランドンロイヤ、ラマーカス・オルドリッチらを中心とした若手選手で、構成したことが功を奏し、チーム成績は4シーズンぶりに、勝率5割に復帰した。2008から2009シーズンは、 シーズン通して、好調を維持した結果、2002から03シーズン以来のプレーオフ出場を遂げた。ファーストラウンドで、ヒューストンドケッツに2勝4敗で惜敗した。翌2008から2009シーズン、2010から2011シーズンもプレーオフに進出したもののいずれもファーストラウンドで敗退した。2011年、膝の怪我のためロイが現役を引退。 2011から12シーズン、編集オルドリッチを中心としたチーム構成をで、望んだが、プレイオフを逃してしまう。2012年の NBA ドラフトで、デイミアン・リラードを指名。2012から13シーズン、編集プレイオフ進出を逃したものの、リラードは、ブレイク・グリフィン以来となる、満場一致で、新人王を獲得した。2013から14シーズン、 編集リラードとオルドリッチを中心として、センター補強のロビン・ロペス、バックコート補強のモーリス・ウィリアムズが功を奏し、シーズン序盤から快進撃を続け、二0十から十一シーズン以来のプレーオフ進出を果たした。ファーストラウンドでは、上位シードのヒューストン・ロケッツを、第六戦のホームコートで、リラードの劇的な逆転ブザービーター三ポイントシュートで、下して、アップセットし、 ラシード・ボレス時代の2000年以来のカンファレンスセミファイナルへの進出を果たした。サンアントニオ・スパーズとは1999年にカンファレンスファイナルで敗れて以来の対戦となった。初戦から3連敗を起死し第4温泉で一勝はしたが、スパーズにチーム層の厚さ、経験の豊富さの違いを見せつけられ敗退した。2014から15シーズン。 編集同じ地区のライバルオクラホマシティサンダーが、ケビン・デュラント・トラッセル・ウェストブルックを開幕後から怪我で、書いたこともあり、ノースウェスト・ディビージョン首位を改装。ゴールデン・ステート・ウォーリアーズ、サン・アントニオ・スパーズ、メンフィス・グリズリーズ、ヒューストン・ロケッツ、ダラス・マーベリックス、ロサンゼルス・クリッパーズなどを相手に激しい、カンファレンス首位争いを繰り広げていたが、シーズン終盤に、 ウェズリー・マシューズを重傷で失速。しかし、1998から99シーズン以来の地区優勝を決めた。プレーオフでは、ファーストラウンドでメンフィス・グリーズリーズに1勝4敗で敗退した。そして、シーズン終了後に、ブレイザーズは大改革に乗り出し、まずは6月にニコラス・バトムをシャーロット・ホーネッツに放出。さらに FA 交渉が解禁された7月には、 ラマーカス・オルドリッチ、ロビン・ロペス、ウェズリー・マシューズ、アーロン・アフラロとの再契約を見送るなど、リラードを中心としたチーム構成で一からチームを作り直すことを決意した。2015から16シーズン、編集2014から15シーズンの陣容から大きく入れ替えた今シーズンは、開幕前から苦戦が予想されていたが、ウェズリー・マシューズの遺跡で、 スターターに昇格した CJ マッカラムが天聖の得点能力を開花。開幕から高得点を連発シリラードと共にチームを牽引。ノア・ボンレイ、メイソン・プラムリー、メイヤーズ・レナードといったインサイド陣の奮闘もあり2月から。プレーオフでは、ファーストラウンドでクリス・ポールとブレイク・グリフィンらが負傷したロサンゼルス・クリッパーズを4勝2敗で退ぞけ、続くカンファレンスセミファイナルでは、 ゴールデンステートをオリアーズ戦で1勝4敗で終わったものの多くの収穫を取るシーズンとなった2016から17シーズン編集予想外の結果を残した2015から16シーズンからのさらなる飛躍が期待されたが開幕から大きく出遅れリラードも今の僕らはとても最悪だと弱音を吐くなど低迷したしかし2017年に入り調子を取り戻し 2月のトレード期限日には、再契約交渉が決裂したメイソン・プラムリーを、プレイオフ争いを繰り広げていた、デンバーナゲッツに放出し、ユスフ・ヌルキッチを獲得。これが功を奏し、ヌルキッチは同月末のフルス・ナゲッツ戦で、自己最高の活躍を見せさらに波に乗ったブレイザーズは、ナゲッツを振り切り4年連続のプレイオフ出場を決めた。しかし、プレイオフでは、ファーストラウンドで、 ゴールデンステートウォリアーズに4戦全敗で屈した。2017から18シーズン、編集リラードが3シーズンぶりのオールスターに選ばれ、2018年2月14日のゴールデンステートウォリアーズ戦から3月18日のロサンゼルスクリッパーズ戦まで13連勝を記録すなどし、レギュラーシーズンを49勝33敗のエスト3位で終えた。 プレイオフでは一点カンファレンス6位のニューオーリンズペリカンズ相手に苦戦2シーズン連続でファーストラウンド0勝4敗のスイープで敗退した。2018から19シーズン、編集リラードがエースとしてチームを牽引。シーズン途中に獲得したエネスカンターの活躍もあり、前年と同じカンファレンス3位でプレイオフに進出。プレイオフではファーストラウンドで カンファレンス6位のオクラホマシティサンダーと対戦。3勝1敗で迎えた第5戦、リラードの劇的なブザービー,イーターで勝利し、カンファレンスセミファイナルへ駒を進める。カンファレンスセミファイナルでは、カンファレンス2位のデンバーナゲッツと対戦。 二勝三敗と先に大手をかけられるが、そこからに連勝し、逆転で、カンファレンスファイナルに進出。しかし、カンファレンスファイナルでは3連覇を目指すゴールデンステート、ウォリアーズに一昨年同様スイープされた。2019から2020シーズン、編集リラードが、出色のパフォーマンスを披露したが、チームとしての成績は振るわず。 新型コロナウイルスによるシーズン中断もあったものの、実に7シーズンぶりに勝率が5割を割り込んだ。今シーズン限りの特例で行われたメンフィスグリーズリーズとのプレイントーナメントに勝利、しなんとかカンファレンス8位でプレイオフ進出を果たしたが、同1位のロサンゼルスレーカーズに1勝4敗であいなく敗れた。ノート、勝ちイコール勝利数、負けイコール敗戦数。 パーセントイコール勝率太し文字、電動入り選手、優勝時に在籍した、選手、在籍時に MVP を獲得した、選手、偉大な50人1994年11月に、ロサンゼルスクリッパーズと横浜アリーナで2試合を戦った。エースのドレクスラーが、第1戦で26得点、第2戦で41得点と活躍し、ブレイザーズを連勝に導いた。 ポートランドトレイルブレイザーズのチーム記録を参照。ありがとうございます。